はい、皆さんこんにちは、シマリスです。こんにちは。今日は、こちらフリーゲームの、ママに会いたいというゲームをねやっていこうと思います。まあ、アドベンチャーゲーム、まあ、探索型アドベンチャーゲームということだったんで、ちょっとね怖いやつみたいなんだけど、またねまた怖いやつみたいなんだけど、ちょっとやっていこうと思います。ストーリーとしてはね、腕を失った主人公が、ママの元へ行くために必要なものを入手しながら進む、このぐらいストーリーの探索型アドベンチャーというところで、まあ、ちょっと怖そうだね。怖そうだけど、まあ、やっていこう。愛に行くがゲームスタート、思い出すがロード、眠るがゲーム終了だね。愛に行く、ママに会いに行こうか。ママ女の子かなこれ。どこ、うわ怖い怖い怖い、怖っ。ママじゃない、そりゃそうだ。ここはどこなの。あれ、虫虫じゃないよね今の、虫だよね。仕方ない、ママを探しに行こう。来た。わ、いろいろギョロギョロしてるな。で、移動ができます。移動ができる。で、これやばいな。この子に見つかっても平気だもん。君は？あ、この子でセーブできるんだ。はい。記憶1。セーブした。特に名前なし。OK。よし、じゃあやっていこう。ママに会いに行くと。いうことで、あ、ここから行けない。じゃあもうドアから出るしかないんだ。ここから外に出られそうだけど。行く。まだ。行く。行くよ。よし、行こう。え？なになに？これ、まあまあ。はい。というわけで、ではね、2回目の人生をやっていこうか。はい。早速出たらダメなんだ。あれを回避するための方法をまず探さないといけない。おっ！手前に行けた。ベッドの向こう側か。この子話しかけられるのかな？ねえ、目玉さん。出たらダメです。あ、いや、知ってる知ってる。先に教えてほしかったな。意地悪。いや、彼の優しさなんだよ、これは。出たらダメっていうのはさ。なんか、調べられる、これ。この中にお手手あるかな？あ、そう、手がないんだよね。お手手ないから探せないや。そうか。あ、両手ないんだ。両手がない。両手がないんだ。片手だと思ってた、勝手に。そうか。手が欲しいな、手。そうか、いけないのか。ここは？君は？なんもない。コンソールいじれない。この子は正面からしか話しかけない。ねえ、目玉さん。出たらダメです。この子はこれだけか。どっかで何かを探せるのかな？よ、ベッドは？お手手どこに行ったのかな？ほんとだよ。こっちはいけない。どうすんだ？ね、なんか誰かに見られてる気がする。めっちゃ見てるじゃん。これ出ちゃダメなんだよ。拾えないしな。いや、でもここめちゃくちゃ引きずった跡あるけど。うん。お手手ないから探せないしかないじゃないか、そしたら。どうしようかな。まだ。うん。目玉さん、セーブしよっか。何も進んでないからな。まだダメって言ってたもんな。これ許可が出るときあるのかな？今ならいいよ、みたいな。何ですか？あ、くすんだ。そっか、あそこで一旦、やめようってなんなきゃいけないんだ。ママに会いたいの。どこに行けばいいの？どうしても、ママに会いたいですか？どうしても。あ、目玉さん考えてる。うん。
あっち？監視に気をつけてください。監視って何？あなたたちの敵です。何それ。わかんないけど気をつけるね。早速やられてるからね。もういい。監視に気をつける。でもまあ行くしかないんだもん。お、行けた行けた。この目玉ちゃんは何？話しかけられる。わあ、なんだこれ。やっとお目覚めかい。君のお兄さんはとっくに目覚めているというのに。あ、お兄さんいるんだ。喋った。君は何なの？僕たちは外から来た種だ。種ってまさか、種ってまさか出来損ない。時間も経てば消えるさ。僕みたいに喋られる、喋られるやつもいれば、会話すらできないやつもいるんだ。会話ができても自分が特別だと言い張るバカがいる、バカもいる。出来損ないなんてひどいな。出来損ないって何？おや、わからないのかい？君自身だって同じようなものだろう。腕ないからだ。そうなの？わかんないや、ごめんね。今はママに会わなきゃいけないんだ。そうか。まあ頑張れよ。君もできそこないかい？正面からじゃないと話しかけられない。この子話しかけられない。種ってまさかそういうことかな？よっ。安心に気をつける。口があるね。口。なんだろうこれ。ほんとそうよ。何これ。口があるよ。これ。あ、ここいけるんだ。あ、セーブできる。セーブしよう。これ記憶3までか。まあ、一旦1でいいな。君はお兄さんかい？これは誰だろう。んぐ。寝てる。どうしよう、寝てるのかな。起きてー。すぴょー。全然起きない。起きて起きてー。ドバッ。おご。起きた。なんとも大胆な起こし方だ。君は？あ、双子のお兄ちゃんか。俺はお前の双子のお兄ちゃんだ。ようやくお前も目を覚ましたんだな。お兄ちゃんか。寝てたのはお兄ちゃんの方じゃない？これ女の子ってできたけど、お兄ちゃんも同じ髪柄ってことは別に男の子でもいいのか。お前もさっきまで寝てただろ。そんなことより、お前も監視に腕を取られたのか。二人揃って取られちまったなんてな。さすが双子って感じだ。監視って何？監視は時々やってきて、俺らの一部をちぎって持っていくんだ。どうして？さあね、そこまでは俺もわからないさ。大きな音が聞こえたら注意しろよ。音！音が聞こえた後すぐに眠くなって、起きて気づくとどこかをちぎられている。少しずつ、少しずつ。ちぎられていって、最後はこのまま溶けて死ぬらしい。やだよ、ママに会いたい。ああ、そうだな。だけど俺らはいろいろ足りないんだ。俺は片目と足がないし、お前は脳と腕が足りない。ひどいこと言ってるな。脳が足りないって言ってる。どうしたらいいの？ああ、まずは腕よりも脳かな。脳って何？どう説明？あ、頭だ、頭。頭あるよ。こういうところだな。今のお前じゃママに会えたとしても迷惑をかけるだけだ。だから最初は脳が必要だな。ママたちは見た目以上に頭を欲しがる。ママに会いたいなら頭を優先しろ。これだと先が長そうだ。まあゆっくりやっていこうか。まずはここから出たすぐにママの声があってな。今なら何か聞こえるかもしれないから行って聞いてこい。はい、お兄ちゃんに会ったんでセーブしとこう。ほい、よし、ママの声が聞こえる。あ、それだ、これママの声。マジか。ないな。よ、これなんだろう。なんて言ったの？あんたが
うわ、なんかすごい嫌なこと言ってるなあ。あいつに嫌われるとか言ってるのかな。あんたがトロいせいでとか言ってるのかな。お腹から。女になんて生まれるんじゃなかったとか言ってるのかな。そうだね、そんな気するね。お兄ちゃん、いいよ、ほい。どうだ、ちゃんと聞いてきたか。うん、ちゃんと聞いてきたよ。ママは女の子が嫌いだって言ってたから、男の子の僕が助けに行くの。あ、やっぱ男の子だったんだ、やっぱり。まあいいか。今のその思い崩すなよ。他にはどうしたらいいの。ここにいるだけじゃダメだ。そこら中歩き回って脳を探してこい。わかった。本当にわかってるか？怪しいな。まあいいや、頑張ってこいよ。もし何をすればいいのかわからなくなったら遠慮なく聞きに来いよ。うん、お兄ちゃんありがとう。よし、行こう。よし。いやでも、そう、このさ、黒いちょっとさ、くぼみになってるところに行けるんだよ。ここ右に行けるはず。さっき話せる子にも話しとこうか。そういや、さっき監視が来てて、君たちを探し回ってたから気をつけるんだよ。監視は君たち受精卵を狙ってるから。やっぱりそういうことだよね。やっぱりそういうことだ。よっ、目玉さんに一応報告しておこうか。もう何も言ってくれないわ。とにかく腕がないと何も探せないんだよ。っこっちに行ける。やはは、来たぞ来たぞ。出来損ないだ、出来損ないの片割れだ。本当だ、あはは、醜い醜い。頭もすっからかん。それを言ってあげるのよ。あ、ママなんかまた喋ってるね。僕知ってる。君たちは種さんだよね。違うね、ただの種じゃないぜ。俺らは選ばれし種だぜ。卵に合う権利をもらった優秀な種。難しい言葉使うんだね。君たちは種さんだね。よろしくね。煽っていくスタイル。マジでこいつバカだな。あはははは。あはははは。話題に、どうしたどうした。君。え、君はめちゃくちゃついてきてるけど、君はどうしたんだよ。これ、下からじゃないと話しかけないな。まあいいか。ママの声聞こう、一応。すごい、すごいけど。うんうんうん。逃避をしていたのかな。わかんないね。よっ、君すごく邪魔だね。まあ、君を連れていくのかな。あ、連れていけないんだ。すごい来るな、この子は。なんだなんだ、ディフェンスがすごい。こいつには、こいつらにはもう話しかけられない。どこ行ってもバカにされるな。足りない足りない足りないやつだ。とか、こいつらエリートだと思ってんのか。残念な子、残念な子だ。あ、そしていなくなった。この、自称エリートくんたちには話しかけられないんだ。ママの声だけ聞いていこうか。かなり焦ったかな。二人目の子供ってことだよな、これ。バレないように必死だった。うんうん。あ、そこ、うわ、死んでる。君大丈夫かい。この種さん全然動かないみたい。おい、カラビル。何？喋った。あ、いいよ、何？お湯。お湯って何？温かい水が欲しいです。水って何？ってこない。温かいお水をかければ助かるのかな。うん、温かいお水を探してこないと。これだ、これだ、これ、これダメか。すごい血管から飛び出てるみたいだけど。これ、ここに溜まってる。これ、
わあ、これ何？いい、なんていい、何だけど、お金は稼せなく、この人マイナスなことしか言わないんだよね。おお、怖いから2個目にしとこう。君、目玉くんの慣れの果てか。なんか沈んでる。なんだろう、ぐにゅぐにゅしてる。拾っておこうかな。拾う。あ、口に加えてんのか、これ。よっ。これさ、いけない。まあ、まだなんか喋ってる、これ。一緒か。うん。そうだ。これをさ、ここにした。他に意味ないんだ。これで大丈夫かな？これでなんとかならん？このハヘハン、ヘンヘン、ウハハヒ、寒い、ヒからびる。はい。ほへほへ言ってるけどわからない。ほへ。これどうすんだ？加えてるけどさ。お兄ちゃんに聞いてみようか？ここしか繋がってないんだ。君はさ、君は何？めちゃくちゃ一人いるんだよな。すごい熱烈なファンが一人いる。お兄ちゃんにちょっと聞いてみよう。これは何だろう。おへほへひはん、おへほ、あへほ、あんはへひふ。あー、とりあえずそれ下に置け。むふ。でね、このぐにゅぐにゅみたいなやつで水を汲むものが欲しいの。なんで？あっちに種さんがいたんだけど、あったかいお水が欲しいって言ってたの。これじゃ作れないかな。あ、その前に水を入れる器みたいなのがないと。これを器に縛れば首にかけてお前でも持っていけると思うぜ。器か。お前が寝てた部屋になら何かあるかもな。ちょっと目玉野郎に聞いてきな。わかった、目玉さんに聞いてくる。よし、あれを持って目玉さん。うわ、来た、監視が来た。これ無理でしょ、これ。うわー、マジか、監視来てるでしょ、これ。ほら、何かそこにいるの？わあ、逃げられなかったんだ、これは。